はい、皆さんこんにちは。ランラン番組のランランです。今回はですね、なんとこちら、じゃじゃん、ミシン、ミシンです。これ妹だから、こうやって壊したやつでも本当に多分ちょっとやばいと思うんでね。では今回はこれで筆箱作っていくんですけど、どういう型がいいかな。縦がいいかな。縦型にします。じゃーん。点滅しました。一応塗った感じ、後ろ側はてん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 ってなってます。じゃあ開いていきます。あ、ダメだ、ほどけてるほどけてるほどけてる。もう一周もう一周もう一周していきます。じゃあちょっとひっくり返していきます。よし、考えてなかったんですけど、下止めてませんでしたので今止めます。普通にここ塗りましょう。普通にもうね、そう難しく考えない。なんか今迷ってるのは、こっちから縫い目が来るようにするか、真横に縫い目が来るようにするか迷ってます。真横にしよう。頑張ってください。はい、じゃあ、はい、いったら下が止まりました。一応筆は入ります。多分どんだけやっても壊れないと思う。壊れちゃいそうなんで、その普通は使いましょう。ヒルナンデスじゃないからね。はい、でこれ最後ここをこうして、ここペロっていうのを作りたいんで、リコーダーの入れ物みたいな感じですね。よし、じゃあここの部分切っときます。切ってきます。うわー、これ先につけといた方がいいな。で、ね、ここいいところは、ハサミで切れる。ハサミはね、リズムよく切ると綺麗に切れる。次はボタン作ってきます。ボタンか。え、でもだって無理じゃない。いや無理じゃない。いや無理じゃない。ノー、無理じゃない。無理無理。いや無理じゃないんだけど、調子悪いですね。筆箱作れましたね。無事可愛い筆箱が作れました。こんな感じです。まあ、中開いたら、まあ、リコーダーの入れ物みたいな感じですね。これはね、何を入れようかね。私くらいの年の人はこんなん買うより、普通にミシンを自分のお金でお年玉で買った方が100倍いいと思います。これ5000円です。これ買うんだったら普通のミシン買った方がいいと思います。See you next time.